とあるラガーズでの一戦の出来事です。バッターボックスには翔平が立っております。さあ、転がって、終わった、一定デッドボール、ん？ん？ん？翔平にチンジが。はい、どうも良平です。よろしくお願いいたします。本日はラガーズオープン戦 vs 羅生門さんとの一戦です。ラガーズの先発は左腕の斉藤さん、キャッチャーにはキャプテン神田さんの同級生バッテリーとなります。神田さんもね、キャッチャーめちゃくちゃ多分久しぶりだと思うので、まあ2人でね、同級生頑張ってほしいところ。さあ、先頭バッター、これがちょっとレフトは判断ミスをしてしまったか、レフトオーバーとなって、ね、いきなり先頭に長打を浴びてしまいます。さあ、この場面でランナーがスタート、三盗を許してしまい、ノーアウトランナー三塁となってしまいます。さあ、追い込んで、この打球がライトへ上がってライトフライとなってタッチアップ、ホームに帰ってくる。初回即先制点を奪われてしまいます。そしてお次のバッター、デッドボール。はい、この打球ショート松井がパスをアウトに、深い打球でしたけどね、踏ん張ってよく投げてくれました。ツーアウト。はい、そしてこの打球セカンド滝がガッチリとさばいてスリーアウト、後続を抑えてね、まあ、最少失点に抑えることができました。さあ、反撃したいラガーズ、先頭は柴田さん、この打球はサードゴロとなってしまいワンアウト。ちょっとね、先頭が出ることができませんでした。さあ、好調継続中の翔平の1打席目、はい、がっつりともらったデッドボール、痛い。ただここで異変が、おっと、まさかの当たったボールが挟まってる、まさかの珍事発生でした。でもね、まあ、デッドボールでランナー出塁となって3番の松井、これが不足打球、ピッチャー取ることができず、はい、ワンアウトランナー1、2塁となります。さあ、4番の柳中、これで1点返しておきたいところ。この打球フラフラっと上がった打球だが、セカンド後方ライトの前にしぶとく落とす、これでワンアウト満塁のチャンスとなります。さあ、4番のユッキーさん、この打球ショートゴロ、ファースト投げられずゲッツ崩れの間に同点となります。ハマったんだよね、ちょっと新勝、あれは後でハマったね生還した翔平もまさかのびっくりですね、これは。はい、そしてこの場面、お相手のバッテリーエラー、これがね、ネットを越えてテイクワンです。すぐさは逆転に成功となります。さあ、このまま続いていけるか、フラフラっと上がった楠木君の打球がショートフライとなってスリーアウト。でもね、この回即逆転することができました。さあ、逆転した後、大事なイニング先頭をピッチャーゴロに抑えます。ワンアウト、先頭切れたのはいいんじゃないですかね。さあ、3ボール2ストライクになって、これが外れてしまいフォアボール。お次のバッター、これで、ね、ちょっと抜けてしまいましたがね、バッテリーエラーで進塁となります。ピンチとなってしまいました。3ボールで、この打球センター横右中間を破られてしまいます。2塁ランナーがゆっくりと帰ってきて同点、そして打ったバッターが一気に三塁へ。またまた怒涛追いつかれてピンチが続いております。ここフォアボールとなってしまい一三塁です。はい、これもフォアボールで満塁のピンチ、なんとか切りたいところ。これが長番止められず勝ち越し、逆転ですね、勝ち越しを許してしまいます。はい、この打球はピッチャーフライ、インフィールドフライかな。ツーアウト、これ以上の失点は避けたいところ。強い打球、翔平がっちりと取ってファーストフルでアウト、まあ、なんとかね、なんとかです、1点差で抑えることができました。
さあ逆転したいですよ。先頭岡崎さんが出塁、フォアボールで出塁となります。さあキャプテン神田さん打ったー、ガツンとレフト変えていく。さあ一塁ランナーの岡崎さんはもうね、ゆっくりですね、ゆっくりと帰ってきております。さあキャプテン神田さん帰ってこれるか。三塁回ってホーム、インター、キャプテンの一打で逆転となります。ナイスバッティング、いいですねキャプテン。さあ続いていきたいところ、9番の滝くん、ちょこんと当てた打球だか、これね、あのイージーバウンドになってしまいましたね。ショートゴロとなってしまい、ワンアウト。10番の斉藤さん、叩きつけた打球だが足速いぞ速いぞ、なあこれはショートのナイスプレー、ツーアウトになってしまいます。さあ先頭帰って柴田さん打った、ただサード正面、いい当たりだったんですけどね、後続続かずも、でもこの回はホームランで逆転となっております。ただ逆転した後の次の回、先頭フォアボールに出してしまって、そしてこの打球、これまた宇宙間を真っ二つに割られてしまいます。さあ一塁ランナーが帰ってきて、はい、またもね取ったとすぐに取られてしまいました、乱打戦となっております。そしてこれ、はいはいはい、まさかのねこのイレギュラーがね、うん、こんだけイレギュラーすることもあるんだっていう、フェアゾーンで当たってしまってサードランナーがアウトとなります。これはラッキーですね。そしてお次のバッターはサードフライ、ツーアウトです。ランナーがね二塁に進塁して、この当たりがセカンドを抜けていく、ライト前へバックホームするがタッチできず、そして神田さんがセカンドへ送球、これがそれてしまう、1点取られてね勝ち越された挙句送球エラーでなおもピンチとなってしまいます。離されたくないところ、これはレフトいいとこ守っていました、レフトフライ、うん、取ってもすぐ取られてしまいますね。さあ先ほどチンデッドボールだった翔平の2打席目、ガツンと、はい、鋭い当たりが外野へ抜けていきます。こうコンパクトにねインコースの球捉えています、好調継続。そしてここで翔平が進塁、チャンスです。ノーアウトランナー二塁のチャンスをね生かしていきたいところ、松井がフォアボールをしっかりと選ぶ、ノーアウトランナー一二塁です。4番の谷中の打球、これが上がって上がって上がって大センターナイスチャージ、よく追いましたねセンター、ナイスプレーです。さあ5番のユキさん、これが打たされてしまった打球がセカンドアウト、そしてファーストもアウト、ゲッツーでノーアウトランナー1、2塁を生かせず、ちょっとね流れ良くないかもしれないですね。はい、この回からマウンドには楠木くんが上がります。そしてキャッチャーも久々のキャッチャーですね、岡崎さんがキャッチャーとなります。先頭サードゴロに抑えてワンアウト、さあ追い込んでおります。ただこれうまいバッティング、うまく合わせてライト前へ抜けていきます。これうーん、いいボールだったんですけどね、外れてしまいフォアボール、ワンアウトランナー1、2塁。はい、そしてこの打球、おっとー、もったいないエラーですね、ワンアウトながら満塁、これがレフトへ綺麗なヒットを打たれてしまう、そしてセカンドランナーが帰ってくる、ミスも絡み2点タイムリーとなってしまいます。はい、そしてこれ落とすもセカンドはアウト、なんとかねセカンドで1つアウト取ることができました、2アウト。はい、そしてこの打球が
ファーストの裏、セカンドの横に落ちてしまう不運な当たりですね。ポトンと落とされて、さらに追加点を奪われてしまいます。はい、そしてここサードユッキーさんが掴んでアウト。まあね、ちょっと点差離されてきてしまいました。さあ、ラガーズの攻撃、楠木くんから高々っと上がったフライがファーストファールフライ、ワンアウトとなります。さあ、先ほどフォアボールで出塁の岡崎さん打った、ただ相当寄ってましたね、ショート。いい当たりだったんですけどね、ツーアウトとなってしまいます。はい、先ほどホームランの神田さん、この打球、これが三塁線を破っていく、ナイスバッティング、あの隙間抜いていきましたよ。はい、ツーベースキャプテン、本日2本目の長打です。そしてお相手のバッテリーエラーの間に三塁へ進塁、代打西澤さん、チーム1のベテラン、打った、これが落ちるか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 、ライト追いつく、好プレーに阻まれてチャンス生かせず、今の回で、ね、点取っておきたかったですね。はい、そしてこの回も引き続き楠木君がマウンドへ上がります。これがね、レフトちょっと取れませんでしたね。はい、またもノーアウトでピンチを背負ってしまいます。そしてこれがセカンドゴロとなって、ファースト送球アウト。ただね、進塁打ですね、ワンアウトランナー三塁、これ三振に打ち取ります、ツーアウト。さあ、ゼロで切りたいところ。はい、セカンド西さんがチリと取ってファースト送球アウト。この試合初めての無失点となっております。さあ、途中出場のヒロト、これがね、ちょっと詰まらされてしまいましたね、ファーストフライとなってしまいます。さあ、先頭帰って柴田さん、この日ちょっとね、いい当たりはあるんですけど当たりがないので、打った、これはセンターフライとなってしまい、ツーアウト。さあ、3人で終わりたくない翔平の3打席目、打たされてサードチャージ、ファースト送球でアウト、3人で終わってしまいます。そしてヒロトがマウンドへ上がります。というともね、ラガーズは結構投げているのでね、その日ちゃんとテーマを持って投げてもらいたいところ。さあ、先頭バッター3ボール1ストライク、これ大きく外れてしまいます。先頭のフォアボール、ちょっといらないですね。はい、そしてランナーがスタート、盗塁を許してしまいます。はい、そしてこれがセカンドゴロです、ワンアウト。ただね、進塁打となってランナー三塁。そしてこの打球、セカンド後方落ちてしまう、三塁ランナー帰ってきてホームイン。本当にね、やっぱ四球でランナーフォアボールで出すと点に結びつきやすいですね。そしてヒットで出てランナーが盗塁成功、またもピンチ。そしてこれが、いや、うまいですね、サードが入ったと、サードベースに入ったところに打球が飛んでいく、10失点目でちょっとね、もうワンサイドゲームとなってきてしまいました。そしてこれサードゴロ、楠木君がセカンド送球、そしてファーストへ、テンソンアウト、ゲッツーを奪い、いい形で最終回の攻撃へ。打順もいいですよ、3番の松井からです。はい、これがライト前へ、松井もね、来れば打ちますから、ナイスバッティング、なんとかね、1点でも返したいところ。そしてこれがバッテリーミスの間に松井が進塁、得点圏へ。あ、4番の谷中、ただここは三振となってしまい、ワンアウト。さあ、ユッキーさん、いい当たりだが、これポジショニングがうまかった、ツーアウトとなってしまいます。さあ、6番楠木くん、これが高々っと上がったフライ、センターの横へ落とす、ランナーはホームイン、そして楠木くんは2塁へ、最終盤のヒットで1点を返します。さあ、つなげていけるか、
岡崎さんがフォアボール。さあ当たっている神田さん、ただこれがちょっと窮屈なスイングで三振となってしまい、ゲームセット。ディフェンス面で圧倒されました。ラショウモさん、ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアイシャー、そう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 、視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。